明日お笑いクラブのマット井上です。今日はやすこ姉さんを紹介しますね。はい、やすこ姉ちゃんです。よろしくお願いします。で、これからね、新しいイベントになりますけど、大田原の文化会館で12月の18日日曜日午後2時半から4時まで入場無料ですね、お笑い健康ライブが開催されますんで、ぜひとも皆さんおいでいただきたいと思います。それでは皆さんいらっしゃいで挨拶しましょうか。はい、皆さんいらっしゃい。いらっしゃい。もう一回来てくださいね。来てくださいね。来てくださいね。はい。来てくださいね。来てください。待ってます。私たちも頑張るよ。頑張るよ。本当に今日はありがとうございました。やすこ姉さんはどうしてお笑いっていうことをやるようになったの？はい、私は福祉の方の事業で、もう十何年も携わってた時に、お笑いっていうのは体にいい、笑いはもう医学的に証明されているんだっていうのを結構いろんな勉強の中に出てきたもんですから、これは絶対退職したら私はこの道をちょっと皆さんに伝えていきたいなと、その夢が叶うように今頑張ろうかなと思って、ちょうど退職した時に頭にあって始めてみました。はい、介護関係の仕事でしたよね。はい、そうです。だから今までにも民謡とか、はい、いろんなねことをやって、はい、それ仕事の中でもこう使ったり、はい、ね、で結構芸達者っていうこと有名だよね。そうですか。うん、芸はないんですけど、芸なんて感じで、そう民謡はもうずっともう若いうちから趣味の世界の中でやってますんで、結構笑いの中にそれを取り入れるということで、うん、結構聞いてくださる方もいます。はい、まあ今日はね民謡じゃなくてね、はい、お笑いのネタというかライブをまず聞いてもらいましょうね。はい、見てもらいましょうね。はい、はい、お願いします。皆さん、こんにちは。うわ、まばらな挨拶ね、今日も。はい、今日はね、私、岡真代と仲間たちの日本舞踊のお稽古の日なの。みんな呼ぶからね。みんな、出たいね。はーい。あ、ゆきめです。あら、一人、二人。2人だけなの？他の子たちもいないの今日は。まあいいわ。じゃあ今日は2人で踊りのお稽古するからね。はい、じゃあまずみんなに自己紹介して。はい、ドギギギで、はーい。なんて言ったってこのね、教室の一番です、ほぐろのやっちゃん、みんなよく知ってっぺか。で、今日は大勢来てくれて、まあ、ありがとうございます。このほぐろにはね、みんな、あ、で長いわよ、長いの。はい、ね、長いと巻いちゃうのよ。どうするの？皆様ご存知の佐藤ちゃんでございます。誰も知らないわよ、佐藤ちゃん。ダメダメダメ、調子に乗るからやめて、ね、もう。じゃあ早速、じゃあもう踊り始めるからね。まずは歩く練習からよ。はい、いい？はい、はい、じゃあやってみて。はい、上手にね。上手に、はい、チンドン。昨日練習してきたの。はい、あれ、あれ、これ腰の年じゃなくて、いや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 、これ本当年だね。だがね、皆さん、要望私の顔見どこんなんでしょ。もうやめなさい、もうやめなさい。腰が痛いならやめなさい。いじぎっちゃ、いじげてろ、一人いじげてろ。はい、次やってみて。はい、歩くです。はい、歩くですよ。はい、何してんの？歩いてんだ。違う、違うわよ、ダメ。じゃあもう歩く練習はダメだから、次は回る練習よ。はい、はい、伊藤ちゃんは回ってる場合じゃないの。右のお客様、左のお客様、本日は私のために講談を。ならなかったわ。
あなたのためじゃない。親柄、ね、口柄生まれてきたってよく言われてきたの。お口ちゃく。ダメよ。はい、回ってみて。わかるよね。わかるのよ。はい。はい。ほら。何してんの。回ってんだけど。もういいよ。回りすぎよね、もう口はまっけ、日本病の稽古なのにね、もうこんなデリスキア立ち止めなんかやってられないわ、もう私帰るから、もうダメ、帰る。まあいい弟子持ってんのに、師匠も人を師匠来たしちゃね、これほら、帰るわよ。しゃあね、帰ってね、じゃあまた明日練習してきます。それで、まあ、お笑いをやろうとしていましたよと、で民謡もやってましたよということですけど、はい、大田原市のお笑い健康講座に、はい、行ってみっかなと思ったな、どういう、はい、やはり自分がその道にやってみたいなと思った時に、坂上二郎さんのお笑い学校があるよというのをその勤務してる時に聞いたことがあるんです。でそういうとこ行ってやってみたらって言った矢先に、なんかそういう、まあ、ダメになっちゃったとか、そんなお話をちょっと聞いたもんですから、でその時になんか大田原の方に住んでる方が、もう一回去年やったんだよと、さあ多分じゃ毎日新聞に出てこねえかと思って、新聞を毎日ぐらい見てて、そしたらあったと、その新聞を見て、じゃあぜひ私この道でやってみたいなと思って、やはり笑いを広めると、そういうこと、地域の明るさの活性にもつながるので、ぜひやってみてということで、もう一目散に申し込みをしました。そこでこれ一番魅力的なのはタダっていうのが一番魅力的でしたね。大田原さんには大変本当感謝してます。まあそれでこう講座の中でも聞いてて、結構この栃木弁というか那須弁とかいうところにこだわりを持ってやってるみたいなんだけど、はいはい、どうそうなのかな。そうです、島金蔵さんが大好きで、もうその栃木弁っていう、その栃木っていうか、その闇戸三家、その言葉が私とっても好きで、昔おばあちゃんに育てられてたもんですから、うん、昔の言葉がすごく頭に残ってて、それをじゃあバラの中に入れっぺがと、うん、そういうので私やりたいなと思ってたんで、ちょうどなんか自分のやりたいことと話する内容がちょっとマッチしたかなって思ってます。はい、あとね、はい、言いにくいんだけどさ、はい、自分の顔の話をさ、はい、ネタにしてさ、これがまた受けたりしてさ。そうなんですよ。もうなんて言ったって私の顔見ただけでは分かりますよね。顔にでかいほくろくっついてる人はいないと思うんですよ。で最初の頃は分からなかったんだけど、なんか今になってみて、孫とか長男にばあちゃんの顔をハイハダに持ってきて撮ってやれなんて孫と話してたり、それがちょっと話題になって、じゃあ話題の中に取り入れてみようかということで、それを取り入れたらとても好評で、こんな美人なんだけど、この2つのほぐろでとても笑いになってます。まあね、投げ銭ライブに出てもらったりね、はい、あとはまあ、介護施設でね、はい、いろいろこうね、ネタをやったりね、いろいろやってんだけど、そういうイベント会場とかその施設のところでやるっていう時のその自分の気持ちっていうか感じっていうのはどんなふうに思ってます？そうですね、ちょっと私は皆さんより回数が少ないんですね。なかなかちょっといろんな事業で会わなくて回数は少ないんですけれども、やはり高齢者の方にはいろんな方がいますよね。ちょっと認知が進んでる方とか、あとはちょっとやはり自立してる方とか、そういう人の方のやはり状況を施設の方に聞いて、こういう話でしたらば大丈夫だよとか、ちょっとそこら辺でちょっと認知が進んでるような方だと、やはりみんなと一緒に民謡を取り入れてやると、手を挙げるとか、あと傘を持つとか、そうすると結構手羽先してくれてるんで、ちょっとそこら辺気使ってます。はい、でまあね、日常いろんな仕事もあったり忙しいけども、逆にねどこどこの団体がこういうね、お笑いを求めてますよとかね、うん、この日のイベントに誰か出てくんないかいとかね、いろんな情報ネットワーク持っててね、はい、まあ、それも私たちの那須お笑いクラブでは非常に助かるんですけど、まあこうなんていうかな、
この仲間との連携の取り方も上手だよね。結構ね、やはり人と人とのつながりっていうのは一番大事なことだと思うんです。で、これはやってることによって頭の活性化にもつながるし、私も60近くなるんですけれども、ボケ防止にもなりますので、ぜひこれはいいことだと思いますよ。広めたいと思ってます。はい、仲間を受けてありがたいなと思ってます。それと、もう日常生活の中のいろんな笑いのネタなんかね、講座の中で発表してますけど、今までのこう日常の中のなんか面白い話ない？日常の中で、この前ですか、ちょっと話聞いたらば、運転してる時に教習所行って運転してる時に教官が「マット踏め、マット踏め」って言うんですって。ブレーキを踏むんだっていうのに、その人は都会から来た人だもんで、栃木弁わかんねえもんで、一生懸命目の前の足をマットをマットって拭いて踏んでたんですって。そしたら教官に怒られたって。で、あともう一つは、それも面白くて、東京の人が窓ガラスを一生懸命なって拭いて、で、いたのに、で、その歯を磨いたのかってこう言われたんですって。申し訳ねえけど、課長、私は歯磨きに来たわけでもありません、窓を拭きに来たんだ。だけどそれもやっぱり栃木弁でなかなか分かんなかったって。歯磨いたのかっていうことは、窓ガラスはもうとっくに磨き終わったかっていうのに、自分の歯磨いたのかなんていうことで、とても栃木県は難しいっていう話で、それをちょっとネタにしたら笑ってくれました。はい、なかなかこう生活の中で見つけるネタって面白いんだよね。そうですね。だから改めてこう教わったネタじゃなくてさ、それをこうまた色つけたりすると、だから、お笑いの講座に来てると仲間がね、ここいじった方がいいよとかね、先生もここちょっとひねった方がいいよとかいろいろやってくれるんで、そうですね。本当助かります。やっぱり講座にね参加して勉強になりました。はい、勉強になりました。もう毎日の生活の中で気がつけばメモをする。あ、このネタを何かに入れようっていうメモをすることが毎日の日常生活の中に取り入れられたっていうことは、とても皆さんと出会ったことでも。有意義なこれからの余生を過ごせるかなと思ってます。でもまだまだ若いんだよね。でもね、年は取るんですよ。だけども年を加算されてっちゃうんだが、容易だねえねえ、ほんと。それはしょうがないね、誰もがあるだからね。でも笑ってるとさ、こう年を忘れるとか、老け込まないで済むとかね、すごくいいんだと思うんですけど、その人にこう笑いを伝えるっていうのは結構難しかったりね。そうですね。でも上手にこなしてますけどね。いや、もう大先輩のおかげです。いや、本当、笑っていただくっていうことは大変なことです。自分でなんぼ努力しても笑っていただけないという時はシーンってしちゃうかね。やっぱりライブでね、目の前のお客さんがこう反応してくれるとかね、そういうのが一番の励みになってね。だからぜひともいっぱい来てもらってね。そうですね。そして一緒にワイワイね、笑ってもらうっていうことがね、すごくいいんじゃないかなと思います。今日はですね、民謡もやります、そして笑いのネタも面白いネタを持っています、安子姉さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。イベントになりますけど、大田原の文化会館で12月の18日日曜日午後2時半から4時まで入場無料ですね、お笑い健康ライブが開催されますんで、ぜひとも皆さんおいでいただきたいと思います。それでは皆さんいらっしゃいで挨拶しましょうか。はい、皆さんいらっしゃーい。いらっしゃーい。もう一回来てくださいね。来てくださいね。来てくださいね。はい。来てくださいね。来てください。待ってます。私たちも頑張るよ。頑張るよ。本当に今日はありがとうございました。
大田原のね、これお笑い健康づくり事業ね、この講座が後期はね、11月25日から始まるんだね。2月いっぱいこうお勉強できますよ。でね、勉強すると大体1ヶ月勉強して、イベントを出られるでしょ。それが12月の18日の日曜、1月29日の日曜、2月26日の日曜、大田川のね、総合文化会館ホールで午後2時半から4時ということで、毎回ね、プロのお笑いの芸人さんが来る。で、我々もっと仲間いるんだけど、頑張るもんね。頑張ります。はい、じゃあまたみんなに講座に来てもらって仲間増やせるように、はい、いらっしゃいで挨拶しましょうかね。はい、はい、どうぞ皆さんいらっしゃい。いらっしゃい。